では12レースダイヤモンドレース1着になりました松戸選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。初のこのダイヤモンドレースを1着ということですけども、まず感想からお願いします。そうですね、いつもはしっかり仕掛けるレースっていうのを心がけてたんですけど、今回立場が立場なんで、しっかり勝ちにこだわるレースっていうことで、うちがかなっていうところで、狙って入りました。短期が3人で、4車ラインもありましたけども、もともとの組み立てとしては好位を取ってっていう形ですかね。そうですね、スタートは出て北日本が来ても入れないようなイメージでありましたね。関東だったら入れて真杉君がかけるなり飛びつくなり、どちらにしてもいい展開になるかなとは思ってました。その松木選手が飛びついて、仕掛けたところですね。小城選手も来てましたけども、グリーン選手が牽制をして坂井選手が持ち出したところを内側空いて踏んでいきましたけども、踏んだ感覚っていうのはどうだったでしょうか。うちなんで、感触はいいですね。はい。ゴールした後はガッツポーズが出ましたけども、やっぱり勝てたっていうところでは。そうですね、1着取りに行って取れてるんで、嬉しいです。今回3連勝で勝ち上がりまして、昨日が誕生日ということで、今日がまず34歳一発目のレースで1着でスタートですけども、お気持ちとしてはどうですか。昨日ね、走れたら一番良かったんですけど、はい、嬉しいですね。はい、でその準決勝なんですけども、犬伏選手もいますけども、どう戦われますでしょうか。最近うまくいってないことが多いんで、しっかり任せていって連携決めたいなと思ってます。今節の犬伏選手の動きは松浦さんから見てどういうふうに見えてますか。尻上がりに来てるんで、準決勝もっと良くなるんじゃないかなと思って見てます。わかりました。では最後の J1 ですね。ここでまず決勝に乗ってグランプリへと。そうですね、決勝がスタートラインなんで、しっかり立てるように頑張ります。